前回は、えー、と無意識の第一階層の、えー、インナーチャイルドについてお話をしましたけれども、今回は階層が上がって第二階層になります。無意識の第二階層はどういう領域かっていうと、これは自己と他者というようなあの身体を介してあの自己と他者が存在する、そういった領域になります。 であの意識無意識の階層性が上がるっていうことは、それは意識がより複雑性を増してくるっていうことなんですね。でこの第二階層で言えば、えー、自己、自分側にも自我意識と無意識があって、他者側にも自我意識と無意識があるって言ったように、あの意識が複雑性を増してくるんですね。であの意識成長の観点で言えば、 まあ他者存在の出現によって自分のより深い無意識っていうものを知ることができるそういった階層になります。で、えっ、ー、と、この自己と他者が存在する階層性を私はあの考察しやすく男性と女性をここに置いてあの考察をしています。で、男性と女性の関係性を取り上げるのでどうしてもそこには恋愛だったり結婚っていう話が出てくるんですけれども でもコスモライフォロジーとしては、そういった特定の男女の関係性ではなくって、日常的な男女の交流のあり方っていうのを考えていきたいっていうふうに思ってるんですね。なので、それは職場の男女だったり、えっ、ー、と、あとは学校だったり、あと共同体ですね。そういった特別な関係性でない男女のそのあり方っていうものを、まあ、そもそもあの根本的に考えていきたいなっていうふうに思ってます。 であのー、なんでそう考えるかっていうと、まあ、今現在社会では男女平等っていうのがの謳われてますよね。で私たちもまあ男女平等そうだね大事だよねっていうふうな意識を持ってるわけですけれどもあの社会はそのように男女平等にを実現するためにあのどんどん進んでいってるわけですけれどもでも実際現場ってものすごく大変じゃないですか。 でまあ、どういった大変さがあるかっていうと例えば男女で言葉が違うんですねで。男女は共に日本語をしゃべりますけれども男の人は、まあ、会話のゴールがここにあるとするとそこに対して一直線に進んでいくようなあの会話の仕方をします。ですが女性っていうのは会話のゴールがここにあるとするとその周辺をこう。 周辺から話をしていくような形をとるんですね。なので、いろんな方向性から話をするわけですけれども、これが男性にとっては、女性の話はまとまりがないとか、女性の話っていうのは、あちこちに飛ぶっていうふうに言われてしまうんですね。でも女性にはそういった意識はなく、ちゃんとゴールに向かって話をしているんですね。 でこのように言葉,が言葉が違ったり、あとは感覚っていうものも全然違います。男性は自分自身の感覚、そして感情に対して、まあ、ほとんど無頓着だと思うんですが、女性は自分の感覚と感情に対してすごく敏感です。なので、男性に対しても、まあ、他者存在に対してもすごくあの敏感なんですね、そういった感情を読み取るっていうところが。で、まあ、 あのまあ、感情の生物なので女性はなかなか感情を出さない男性に対して女性はイライラするわけです。このように、まあ、感覚感情に対する違いがあったりあとは価値観ですね、まあ、あの男性は社会の中で自分をどう捉えるかっていうようなそういった視点を持つんですけれども女性は社会ではなくて自分の,あのプライベートな領域ですね 友達だったり家族っていうようなそういったローカルなところを重要視するようなあの意識を持ってます。なのでこれくらい男女ってまあここに挙げただけでも結構違いがあるわけですけれども、この違いを乗り越えてあの歩み寄るそういったことであの意識進化意識成長っていうのが図れるっていうふうに考えてます。 なので、このようにあの第2階層って第1階層と比べて、格段に成長への,その難しさっていうのがアップするんですね。で、それは、男性と女性って、女性っていうのはもう人間対宇宙人ぐらいにもう違うんですよね。なので、この壁をどうやってあの乗り越えていくかっていう大きな壁があって、今現在人類も多分ここで、 大変な思いしてるんじゃないかなっていうふうに思います。で、この男女の違いを乗り越えるために、まあ、やっぱり男性性と女性性っていうその性質の違いを知っていく必要があるなっていうふうに考えました。で、私はまあ女性なので、まずは女性性から調べていこうっていうふうに思ったんですね。で、女性性に対するまあ情報収集をしていく中で、 既存の女性性の定義っていうものに疑問を持ったんですね。で、まあ、女性性の定義ってどういうものがあるかっていうと、多様性だったり、受動性ですね。そして母性っていうようなあの定義があるわけですけれども、まあ一応、自分の頭の中では、ああ、まあそうかなっていうふうには納得はできるんですけれども、心の深い部分では、なんかしっくりこないんですよね。 なんでしっくりこないのかなって考えてみたら、あこの女性性の定義ってもしかしたら昔男性が定義したものなんじゃないかなっていうふうに思ったんです。で、まあ、そういうふうに考えを進めていく中で、私、まあ、とある映画を見たんですね。で、その映画がですね、パーマネントのバラっていう2010年公開の恋愛映画なんですけれども、 これが、えー、と主演が菅野美穂さん、そして江口洋介さんだったり、夏木まりさん、小池栄子さんなどが出演されている映画なんですけれども、えー、菅野美穂さん演じる直子、そして江口洋介さんが演じる鹿島っていう、この2人が恋人同士なんですね。で、えー、とこの直子が鹿島にあの電話ボックスから電話をするシーンがあるんですね。で、そこで直子が言う、 あのセリフがあるんですけれども、そのセリフがなんでうちこんなに寂しいがなんで寂しゅって寂しゅってたまらんがっていう風に言ってあの、電話ボックスの中で泣き崩れるっていうシーンがあるんですね。で、このシーン、の YouTube の,あの映画の予告で見ることができるので、あのぜひあの皆さんに一度見ていただきたいんですけれども、このセリフは、 まあ映画の中では、あの、鹿島に会ってるんだけれども、どうして私ってこんなに寂しいのっていうふうに言ってるセリフなんですけれども、私にとってはこのセリフが映画の枠を超えて、すべての女性の声を代弁してる。女性性の声を代弁してるっていうふうにあの感じたんですね。で、このセリフを通して、ああ、女性性っていうのは、 女性自身が自ら調べていかなきゃいけないものなんだっていうふうに思ったんですね。で、女性性っていうのは、まあ、無意識領域のその性質なので、まあ、それは言葉を持たない非言語空間です。で、あの、言葉を持たない代わりに、声なき声としての感情だったり感覚っていうものを持ってるんですね。で、その代わり自我意識、男性性っていうのは、 えと声言葉を持ってますで、この声なき声を持つ女性性が嬉しいなとか幸せだなっていうふうにあの声を上げる瞬間でどういう時かなっていうふうに考えた時もうこれは直感であこれは私服のセックスだっていうふうに思ったんですね女性がそのように思うからこそ成り立ってる私服のセックスっていうだからその私服のセックスから逆算して 女性の身体っていうところから女性性を見出していけばいいんじゃないかなっていうふうに考えました。で、ここで、あの、性っていうキーワードが自分の中に浮上してきたんですね。そして調べていけば、あの、仏教もやはり下脱に性は欠かせないっていうふうに考えて密教っていうものを生み出したそうなんですね。本でそのようにあの読んだんですけれども、 密教っていうのは性的ヨガを行ずることであの、まあ、下脱を図るんですけれども、まあ、そこで男女がペアを組んで、まあ、その中で女性も下脱した人がいるっていうそういった実績があるっていう,うにあに学んだんですねなので密教においてもその性を抜きにして下脱っていうものは考えられないっていうことそして私自身も意識成長っていうものを考える時にやっぱり性を抜きにしてしまうと 行き詰まるなっていうふうに思いました。なので、この第2階層の突破口は、性愛だっていうふうにあの結論付けました。でも、やっぱり私は、あのまあこのお話の冒頭で言ったように、あくまで日常的な男女の交流のあり方っていうのを考えていきたいっていうふうに思ってるので、性愛の性の部分ですね。これは、セックスの話っていうのも取り入れて解説はするんですけれども、 これはあくまで女性性の特徴を把握するためだけにあのそういった話題を取り入れていますで。コスモライフォロジーとして一番重要視しているのが性愛の愛の部分ですね。それは歩み寄る、寄り添う、支えるっていうようなその愛するっていう行為の実践、そして技術習得、そういったことを重要視しています。なのでこの第二階層っていうのは まあ男女関係を通してお互いに意識進化を図っていく、そういった領域になっています。で以上がですね、まあ、コスモライフォロジーの大まかな説明なんですけれども、あの最後にですね、コスモライフォロジーはまだまだあの構築中の思想なんですね。で、それはあの無意識階層っていうのはまだまだあるからです。 まだまだ上に階層があって次はあの共同体っていう階層が出てきたりそこには日本文化っていうものも入ってきたりしてあのとても複雑になっていくこととあとはやっぱり実践を通してその結果っていうのを見ていかなきゃいけないので、まあ、そういった意味でも、まあ、このコスモライフォロジーの構築っていうのはもしかしたらもう一生かけても終わらないような、まあ、そういった思想になるかなっていうふうに思ってます。 まあそんな中でですね、この時代にそのやっておきたいことっていうのは、まあ双子の思考ができるようになるっていうこと。それは言い換えると、相対するものとどうやって歩み寄っていくかっていうような技術の,あの話でもあるんですね。なので、まあこれまではその理論の時代だったと思うんですけれども、これからの時代はやっぱり理論プラス実践っていうところで、 実際にその実践を通して変えていかなきゃいけない、まあ、そういった時代に入ったかなっていうふうに思ってます。なので、まあ、コスモライフォロジーはこれからどんどん発展していく思想になると思いますので、まあ、今後の展開を楽しみにしていただければ嬉しいなっていうふうに思います。以上です。細田さん、今回はたくさんのお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。